はい、というわけで2ホール終えまして、今お二人とも並んでるオールスクエアになっております、うん、はい、ここからちょっとずつ難しいホールが入ってくると思うんですけど、ね、次のここの次のショートでは愛知のショートが見えるのか、早く見たい、やばいです、 ですね、はい、そういうわけでここからやっていきましょう、はい、はい、というわけでこちらのホールは檜山さんのティーショットからになりますが、はいはいはい、愛ちゃんにちょっと聞きたいです。空も聞きたいです。空もどういうような戦略をっていう、はい、まあ、大会中もなんですけど、このホールは比較的短いパー4になるので、はいはい、バーディーチャンスのホールではあります。おで、まあ、短いからこそやっぱりドライバーで思い切ってフェアウェイを捉えてほしいですし、うん、でまあ、右の木がちょっと効いてるので、うん、やや左目にまあ、まっすぐ打っていってもらうか、まあ、右の木のちょっと左からこうドローでもいいと思いますし、まあ、左のちょっとフェアウェイは狭いんですけれども、うん、できればフェアウェイキープを目指して思いっきりドライバー打ってもらいたいなと思います。なるほど、はい、OK、分かりました、大丈夫ね、よし、ナイス、完璧です。ちょっと軽いフェードかかったこれ、いやー、あ、前のホールと違うじゃないですか。違うね、違うね、右左にナイスです。いやもうね、プレッシャーかけたよ。 あんないいボール見せられたら辛いわ。マッチプレー感が、うん、ね、ありますね。おー、右行ったけど、まあちょっと右行った、でもダメ病っぽいね、うん、カートドール当たりましたね。あ、大丈夫です、うん、前に跳ねたんじゃない、はい、大丈夫です、前に。おお、だいぶ前に行った、これ前に行ったらよかった、いいじゃないですか、これ、だだだだだだだ、使えるものを使って、いいね、いいね、びっくりした。ちょっとなんか吉信の時の方がみんな拍手、いやいやいや、大丈夫ですか、大丈夫ですか、いや、そうか、かなりよね。僕から質問があるんですけど、はい、プロ野球選手、プロゴルファーだと思うんですけど、うん、なんかそれぞれなんか似てるスポーツみたいな、プロゴルファーだと、はい、バスケ、あー、バスケ、はい、あれはパットでしたっけ、なんかそのパットと、はい、あれ何がこうリンクするんですか。あ、私の場合はフリースローに限定してたんですけど、やっぱルーティーンに入ってその、まあ、胴からちょっと一瞬自分のペースで正に戻すっていう感覚ですかね、うん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 、なんかそれが、まあ、パッティングも、もう普通に正からこう胴には入るんですけど、まあ、ショットもそうですけど、でもその呼吸感だったりとかそのリズムがフリースローに関してはパッティングと似てるなって思ったんですよね。言われてみればそうかもしれない、はい、なるほどね、ちょっとこうアドレス、ちょっと自分のリズムをこう落ち着かせて、はい、でも野球だとなんか他に似通ってるスポーツ、野球でもゴルフやっぱ似てるよね。そうですね、なんか本当ですか、やっぱり止まってるボールっていう部分ではこっちはやっぱ野手なんで動いてるボールと違うけれども、なんかその心の持ちようというか考え方とかね、あと打ち方もやっぱりちょっと似てたりとか、でちょっと握り方とかもやっぱ握りによっても全然ね、バットの出方も違ったりもするし、まあなんか野球に通じるところはあるのかな、ね、投げるのも大体ね、ライン出しもするし、僕らもそうそう、ここのラインに投げるとか、だからピッチャーの方、ピッチャーはアプローチうまいっていうか、そうですね、やっぱりね、野手はね、大体のところに投げれば、いやいやいや、とは言えですけど、でもでピッチャーはやっぱりね、キャッチャーのミット、あそこに絶対投げたいっていうのがあるから、アプローチしてもそう絶対あそこに落とすとかいうのがやっぱピッチャーの方がうまいっていう、へー、そう、面白い、そうなんですね、そう、飛んでます、ここまで来たら世界違いますね、ね、ね、アングルに限って言うと吉野さんの方が狙いやすいです ね、そうです、ただラフなので、はい、確かに僕の方がまあバンカーは気にならないです ね、ね、58度で、はい、あー下入ってた、あー下くぐっちゃいましたね、あーこれはでもよくある、いやちょっとね、よくある、よくあると思いますやっぱり、はい、ね、下入ったですね、ラフってこっちだったらイメージどういう風に見えます、ね、私も多分58で打つと思うんですけど、うん、若干ちょっと短く持ちますねやっぱり、はい、距離のコントロールってクラブいっぱい持つとすごい難しいので、やっぱ少し指1本分でも
あの短く握るだけでも全然違うので、それを短くした上でフルショットにするのか、ややテンポだけで打っていくのかとか、あのどうしてもやっぱ加減するんですよね。なるほどね、はい、手を使いますよね。今のを聞いた上でヒヤモがいい。ヒヤモですからね、しかも、ね、ちょっとハードル上がってますからね、もうヒヤモ。よし、70ヤードですね、はい、58でいきます、はいはい、ちょっと短めに持ちます。はい、早速きます。あ、ちょっと右に行っちゃったわ。大きいのかな。右ですけど、まあ、でもナイスですね。ナイスオンです。はい、はい、ナイスオンです。まあまあまあ、まあはい、ちょっと右に行ったけど。大台がきついですね。きついですね。お、50度ください。転がしていく。お、50度もらっていいですか。あ、でもいいと思います。なんか普段は3本、2本。私2本です。はい。私なんかあんまり内訳っていうよりはもう本当にその自分の距離をしっかり把握するっていうのが大事だったから、なんかそれが縦10ヤードでもどのクラブ打ってもちゃんと10ヤードで打てるっていう、そのキャリーの出し方の種類かな。やっぱ転がせるところできれば転がすんですか。もちろんです、ね、はい、転がします。転がす方が、転がしの方がやっぱ確率は高いですよね、上げるよりは。そうですね、はい。あ、これうまいわ。うまい。あ、止まらんか。止まんないか。あ、でもアイデアとしては良かったですよね、うんうん、素晴らしい。止まんないのか、全然納得いってないみたいな。こっち行くんだと思った。あ、そうなんですよ、はい、ね、こっちの傾斜が、そうなんですよね。アンジュレーションいっぱいあります、やっぱり、はい。結構だから全体的なアンジュレーションとその部分的にこう切った4つに、じゃあ例えば切った時のそのアンジュレーションとまた全然印象が違うんで、そこのその見方ですよね。全体に惑わされると細かい傾斜が見えないし、持ってる人って結構全体傾斜見えるけど、はい、細かいところって見えない、なかなか難しいですよね。私はもうそうですね、後ろからはもう絶対見てましたけど、現役の時はもう困ったらまっすぐやね。もうほんまに困ったらまっすぐでいかんと、こうラインの読み間違いえらいことになるから。うん、うん、しっかり打った。うわ、いい感じじゃないですか。おー、いい、ナイス、ナイスタッチです。安全圏、すごい。でも毎回距離感が安定されてて、よしよしよし。はい、お先です。あ、ナイスパーでーす。じゃあもう入れるしかない、射撃だよ、入れるしかないところです。全然もう、あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。あれ、こっちだ。あ、弱いわ。でもやっぱり右に切れそうやけどね。うん、左に行った下からこっちなんだもんな。でもこっちから見てこっちに行きそうだったんだけど、まあ、から OK、 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 はい、はい。やっぱりコースが短い分グリーンのアンジュレーションを作ってるっていう感じですか。あ、もうそれはもう設計者さんのあれもあるんですけど、うんうん、まあ、でもすごくこのバンカーもやっぱ効いてますし、最終日はやっぱりこのピンだいたい5ヤード入ったところを切るんで、こう止められるかどうかっていうのがまずセカンド1個重要ですし、フェアウェイキープして、はい、そうですそうです、はい。現役時代好きだったホールとかあるんですか。 ここでですか、はい。あー、好きだったホール。私今こんなに偉そうにいっぱい喋ってますけど、一回も攻略できた気がしないんですよ、現役の時に。はい、難しいですね。特に私はグリーンをすごい苦戦してたイメージがあるんですよね。今の子たち見てても上手いなって思ったりも。思います、すごい思います。やっぱもう技術ももちろん全然違いますけど、やっぱボール止められますしね、あの高い球で、なのでまあ縦距離合わせるのも上手だし、やっぱパッティング上手ですね、今の、はい、選手は、はい、はい。というわけで3ホール終えまして、今檜山さんのワンナップになりました、はい、ナイスパーです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい。というわけで見てください、うん、この名物ホール、はい、ね、はい、16番です、
ここは愛ちゃんどうやって攻略すればいいでしょうか。うん、そうですね、もう試合になると結構ティーグラウンドとグリーン上の風が違ったりして、うん、まずその距離に影響が出る、惑わされやすいティーショットにはなってるんですけど、ね、はい、あとはもう本当にどこに落とすか、キャリーをするかっていうところがすごい大事になってきます。右のピンと左のピンでもキャリーをさせるところ違いますし、うん、で大体奥のピンが2日間あったりするんですけど、はい、エリアって本当7ヤードぐらいしかないので、まあ、そこの狭いところにもうワンクラブ上のクラブでどれだけライン出しをしてキャリーを落とせるかっていう難しさも奥のピンはありますし、なのでまあどのピンにあってもその違ったクラブであっても距離をちゃんとキャリーを出せれるかどうかっていうのは大事ですね。はい、で左は池越えたところがちょっと下ってるので、手前に落ちるとやっぱ跳ねやすいですし、でも奥に行き過ぎると奥の2段グリーンの上に乗ってしまうので、まあ、そのどこにキャリーをして傾斜をどれぐらい使うかとかプロは考えて打ってると思います。メンタル的にはすごい左右されるホールになりますね。はいはいはい、そこで風も計算して、はい、もうちょっとね、はい、結構アゲンストが今日吹いてます ね、 ね、今日今アゲンストですね。はい、ぐらいのね、お願いします。というわけで、はい、やっとです。はい、やっと、はい、ちゃんのショットが見れます。やっとありがとうございます。やった見たかったです。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、あいちゃんのショット、はい、お願いしたいと思います。はい、お願いします。はい、温かい目で見守っていただきたいと思います。よろしくお願いします。だからショートでね、こういう時にね、風もあってオナなのはダメなんです。やります。あ、やった。今日はやります。アイちゃんが打ってくださるんで、結構上げてる、結構上げてますね。はい、ちなみにユーティリティの6番なんですけど、だいたい160ぐらいの、160ぐらい、はい、私はもう今持ち球ほぼほぼストレートなので、はい、まあ、ピンの若干右ぐらいから行って傾斜使ってこうちょっと寄せられたらなって思うんですけど、イメージは現役の時のままなので、これが一番厄介ですね。はい、はい、では行きます。お願いします。ナイショー、来たわ、向かってる、ピン刺してる。あー、ちょっと弱かったですね。まあまあ、でも狙い通りやね、イメージ通りの、ね、イメージ通りや、はい、ここからちょっと変えてみて、右目からこう戻ってきて、ね、はい、やっぱり美しいスイングですね。やっぱりハイドローの感じが、ね、でもやっぱり自分が思ってるよりも今飛ばないので、あ、はい、なのでもうちょい飛ぶイメージだったんですけど、やっぱりこの上げに少し弱いですね今。なるほどね。はい、その分ショートしてる感じです。いや、でも見とれるな、見とれる。いや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 、スイングで言うと、まあ、先ほどリズムっておっしゃっていたと思うんですけど、はい、やっぱそこが一番気をつけてるポイントですね。そうですね、今は特にもう現役の時のリズムでは打てないので、思っているよりも少し早いテンポで一生懸命振ってる感じです。あ、はい、現役の時はもっとゆっくり、現役の時はやっぱり体幹もまだ今より強かったですし、そのゆっくりのスイングに耐えられる強さがあったんですけど、今そのバランスが変わっているので、できるだけ再現性が同じようになるように早めに振ってる感じです。特にバックスイング早く上げてるイメージですね。へ、はい、あ、もっと現役の時はゆっくりでした。はい、はすごいゆったりね、今ね、はい、そうなんです。2分間素振りとかもやるんですか。そうですね、はい、なんかそういうドリルがあったので、対極拳スイングっていうのがあって、まあ、大体1分ぐらいかけて自分のスイングをこうゆっくりゆっくりこう上げていくっていう、このこれぐらいのペースでこうスイングしていくっていうドリルがあるんですけど、自分が苦手なポイントだったりとか、ここがちょっと自分の中でしっくりきてないなっていうポイントはちょっと早くなったりとかするのと、あとどこに力が入ってるかっていうのをすごい感じられるので、自分のスイングのどういう風にバランスを取ってるのかっていうのを感じるための練習でやってました。今それすごい必要です。やろう。ね、やっぱり体感も伝わる感じですね。やっぱどうしてもやっぱりね、
なんか調子が悪いとか、はい、なんかもういいスコア出したりとか思ったりすると早くなりがちなりますよね、はい、やっぱリズムは どちらかというと早い方向に、リズムが遅くなるっていう人はあんまり聞いたことがないので、スイングのリズムは、はい、やっぱ全体的に早くなるっていう、ただどこが早くなってるのかっていうのを感じれないと難しいじゃないですか、うん、はい、ちょっとだけアドバイスいただきましょう。あ、もらえるんですか、アドバイス。やった。いや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 、はい、恐縮します。僕はね、まあ100、うん、ちょっと上げてると思うんですよ、絶対。だから7番でいっときたいですね。はい。いきます。7番アイアンでいきます。いいショット。ナイス。これいいんじゃないですか。めちゃめちゃいいです。距離。あ、止まって。あ、止まって。どう？ちょっと左目に。あ、でもナイスナイスですね。ナイス。はい、ナイスです。おお。今あのさっきね、あの先にアイちゃんが打ってくれて、あのリズムリズムでゆっくりっていうのをやったんで、自分でちょっと意識してる。ありがとうございます。でも基本的にあの私さっきリズム見てるって言ってましたけど、平野さんずっとドライバーもアイアンも同じテンポで打たれてるので、はい、多分ミスは本当少ないだろうなっていう印象を受けてます、はい、褒めてもらった、本当に思います、はい、今のすごく本当リズム、はい、今良かった、はい、はい、言いつつ今ずっとそう言いつつずっと今もうどうしようって悩んでたでしょ、ずっと こういうタイプで今どうしよう、もうじゃあ7番でいきます。はい。お。短いから先っぽだ。薄かったですかね。ああ、薄い。我慢、頑張れ。危ない。うん、行ってはいます。まあ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 。行ってますね。はいはいはい。まあ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 。でも今日のあのピンの位置だったら、外しでもあそこだったら、いやでも、まあ、あ、もう全然いいと思います、下っていくんじゃないですか、一応、はい、下り傾斜は、はい、ありますけど、でも悪いところではないです、うん、ああ、うん、はい、ちょっと先っぽでびっくりした危ない、ね、はい、なんかあの脱力するポイントがすごい上手だなっていう印象を受けていて、そのどこにも力感が見られないんですけど、なんかでも力感が、あの力感をこう抜くのってすごい難しいんですよね、アマチュアの方って特にゴルフ、力入れるのは簡単なんですけど、抜くその度合いが難しくて、でもその多分グリップの圧とかもすごい一定されてる感じ、見てる旗から見てる感じなんですけど、あとはあのそのでも脱力がたまにあの上半身の振りと下半身の振りこう振りがちょっと合ってないなっていう時がたまに あるなっていう感じで、脱力しすぎてる感じで、もう少し振ってもいいかなって逆に思ったりもします、はい、なんかね、もうちょっと振りたいんだけど振れないっていうのがあるんですね、はいはいはい、それはやっぱりあの前回の時にこうアプローチの時に短く持って、うんうん、はい、あのまあ普通にちょっと気持ちよく振るかとか、ね、そういうところで、はい、調整するとか、そうですね、もうそうですし、あの14番のティーショットももう少し振ったら捕まってドロー出るなっていうのがちょっと右抜けてるなっていう印象だったので、なのでこう合わせに行かない方が絶対いい、高橋さんのタイプは当てようとすぎるんですね、はい、振った方がちゃんと多分バランスがよく当たるかなっていう印象ですね、はい、振り切るっていうのも結構難しくて、これもスキルの一つなんですけど、そのグリップテンションとかそのテンポを保ったまま振り切るっていうことが大事で、やっぱそこをこう緩ませない、ある程度 そのスピード感っていうのを見つけるのが大事 でそれって結構難しいことなんで、はい、振りちゃんが振り切るというイメージをする、ね、どういう動かし方というか、どこをあの振り切ろうと思っているんですか、あのスイングの振りっていうよりは、私はグリップの圧を常に一定にっていう意識でしたね、あのこれこ あの力が入ったり緩みすぎたりってすると、そのどこかであの そのスイングがトップまではリズムよく上げれたけど、そこからちょっと緩んだりとかっていうのが出てくるので、基本的にはもうグリップをスイングを通じてこうずっと同じ圧で打つっていう練習を結構してたので、うん、僕らね、はい、ボール投げたりするから、ここ手で緩む、手で加減することが多いんで、なるほどなるほど、多分それが多分座るんだと思うんですよね、うんうん、なるほどなるほど、よくたまに俺もあのなんかちょっと嫌だなという時はアプローチとかも、俺はロボット、俺はロボット、でも大事です、はい、やっぱりインパクト緩むのが一番、はい、よくないので、はい、どれぐらいのプレッシャーでずっと一定に握ってるものですか、私はあの基本右がいつも強くなりがちだったので、うん、右の意識が多かったです、左よりも右を緩ませるっていう感じで、左に対してそうですね、6、4ぐらいの感じで、6、4、はい、
右手が4、はい、あと私の場合はだからさっきも言ったようにあのスイング そのテイクバックのスピードとかがゆっくりなので、うん、こっちがあの右の力みが入るとこっち速くなっちゃうんですよね。でトップで待てないんですよ、はい、下半身の動きを。なのでできるだけ緩くしてリズムのまま上げてちょっとトップで曲がってそこから切り返すっていうテンポで打ってたので、はい、まあ、今ちょっといけないんですけども、はい、手前に止められないもん、今絶対檜山さんのとこまで行っちゃいますもん。もうちょっと本当は近くでパターで打ちたいんですけど、あれは難しいよね。難しいですね。下ってるでしょ、はい、エッジの先ぐらい、ね、あ、止まった。止まれ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 。まあ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 、そうですね。まあまあね、ちょっと自分で慌てた感があります。ありましたね。でもそれはもう難しい。慌てた感があります。めちゃめちゃ気持ちわかりますね。ここで急いじゃったってね、今。なるほど。難しいな。よし、まっすぐぐらいの気持ちでいこう。登り頑張れ。あ、最後の登りが。あれあれあれ。出てるんですね、ちょっとね、残ってる。お先に行きますか、はい、どちらでも、はい、お先に行きます。ナイスパーでーす。おー、安定してパーが取れてます。16番耐えた、ナイスパーですね。すごい、ありがとうございます。でも入れないから強く、しっかり打った。あー、結構しっかり打たれます。まあでも行かないと、ね、行かないと、ね、はい、大丈夫です。それはもう OK です。はいはい、うん、うん、okay. ナイス。はい、というわけで4ホール終わりまして、檜、はい、山さんが2アップ、はい、はいはい、ということで、問いつつ僕余裕があるとちょっと、はい、大概ちょっとしでかしちゃうタイプなんです。そうなんですか。そうなんですか。そうやらないとダメなんですよ。はいはいはい、檜山さん2アップですが、はい、この先どうなるかまた次回もお楽しみにしてください。はい、おー、完璧。おー、これ来た。よしよしよし、これもいい。あー、入った入った入った。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなってます。せーの、また見てね。